友情か夢か、岩橋元気が飛べの誘いを断った真実とは私たちはしばしば、ある決断が私たちの人生を大きく変える瞬間に直面することがあります。これは、友情と個人の成長、グループとしての目標と個人としての夢が交錯する中で特に真実です。キングプリンスの元メンバー、岩橋元気がその一例です。彼が飛べの誘いを断った理由には、 多くの背景と感情が絡み合っています。この物語を理解するためには、まず彼らの過去と現在の状況を詳しく見ていく必要があります。キングプリンスは、日本の音楽シーンで多くのファンを魅了してきました。彼らの結成当初から、平野章、岩優太神宮寺優太そして岩橋元気は、強い友情とプロフェッショナリズムで結ばれていました。しかし、 グループが成長するにつれて、メンバーそれぞれの個人の目標や夢も変わっていきました。特に岩橋元気は、健康上の理由から一時活動を休止し、その後も自身のペースで活動を続けることを選びました。それでは、なぜ岩橋元気は戸部の誘いを断ったのでしょうか一つの理由は、彼の健康状態に関連しています。岩橋は過去にパニック障害を患っており、 これは彼の活動に大きな影響を与えてきました。グループ活動の激しいスケジュールとプレッシャーは彼の健康を再び悪化させるリスクがあるため慎重に考える必要がありました。さらに、岩橋元気は現在海外のエージェントと契約しており自身のペースで活動を続けています。これは彼にとって個人としての成長と自己実現の重要なステップです。 彼は自分のキャリアを新しい方法で築き上げることに専念しており、これはグループ活動と両立することが難しいと感じているのです。また、ナンバーアンダーライン愛の3人はすでに完璧なバランスを保っています。平野翔、岩優太、神宮寺優太は、それぞれが異なる個性と才能を持ち、3人での活動において強いシナジーを発揮しています。新たなメンバーの加入は、 このバランスを崩す可能性があるため、ファンやメンバー自身も慎重になっています。このように、岩橋元気が戸辺の誘いを断った理由は複雑で、多岐にわたります。彼自身の健康状態、個人としてのキャリアの目標、そしてグループとしてのバランスなど、様々な要因が絡み合っています。しかし、この決断は彼の友情やグループへの愛情を否定するものではありません。むしろ、 彼が最良の方法で自分自身と仲間たちを支えたいという強い意志の現れなのです。ファンたちはこの決断を尊重し、彼らそれぞれの道を応援し続けています。ナンバーアンダーライン愛の3人は今後も3人で世界を目指し続け、岩橋元気も自身の道を歩んでいくでしょう。彼らの友情は変わらず、互いに支え合いながら、それぞれの夢を追い続けることができるのです。 この物語は、友情と個人の成長、そして困難な決断の重要性を教えてくれます。私たちは時折、個々の目標と集団の目標が交錯する場面に立ち会いますが、その中で最良の選択をすることが重要です。岩橋元気の決断は、その一例であり、私たちに多くの教訓を与えてくれます。そして、 未来に向けて彼らがどのように成長し続けるのか、その過程を見守ることは、私たちにとっても大きな喜びとなるでしょう。それぞれが自分の道を進みながらも、強い絆で結ばれていることを信じて、これからも応援し続けましょう。さらに考えてみると、彼の決断は単に健康やキャリアだけでなく、彼自身の内面的な成長と自立を象徴しているのかもしれません。彼は一度、 グループの一員としての成功を味わい、その中で得た経験をもとに、個人としての新たな挑戦に踏み出しています。これは、彼が自分自身を見つめ直し、新たな自分を形成する過程の一部と言えるでしょう。また、グループ活動と個人活動のバランスをとることの難しさも、この決断に影響を与えていると思います。グループでの活動は、一人一人のメンバーが持つ異なる意見や目標を調整し、 一つの方向に向かって進むことが求められます。一方で、個人としての活動は、自分自身のペースで、自分のやりたいことを追求する自由が与えられます。岩橋元気は、自分のペースで活動することが自分にとって最も適していると判断し、その道を選んだのでしょう。彼の決断は、ファンにとっても考えさせられるものでした。多くのファンが、彼の復帰を期待し、 再びナンバーアンダーライン愛の一員としての姿を見たいと願っていました。しかし、彼の健康と個人としての成長を考えると、この決断が最も賢明なものであったと理解することができます。ファンは彼の決断を尊重し、これからも彼を応援し続けることでしょう。このように、岩橋元気がトベの誘いを断った理由は多岐にわたりますが、その根底には彼自身の健康、キャリアの目標、 そして自分自身の成長への強い意志があります。彼の決断は彼自身だけでなく彼の仲間たち、そしてファンにとっても重要な意味を持っています。私たちはこれからも彼の歩む道を見守りながら彼が最良の選択をし続けることを願っています。そして彼が自分の道を進む中で他のメンバーたちもそれぞれの目標に向かって進んでいくでしょう。彼らの友情は変わらず、 互いに支え合いながら、それぞれの夢を追い続けることができるのです。この物語は、友情と個人の成長、そして困難な決断の重要性を教えてくれます。私たちは時折、個々の目標と集団の目標が交錯する場面に立ち会いますが、その中で最良の選択をすることが重要です。岩橋元気の決断は、その一例であり、私たちに多くの教訓を与えてくれます。 さらに、この決断がもたらす影響は、彼のキャリアだけに止まりません。彼の選択は、他のメンバーにも影響を与え、それぞれの道を見つける手助けとなるでしょう。例えば、平野翔や岩優太神宮寺優太が、それぞれの役割を再評価し、新たな挑戦をするきっかけになるかもしれません。このように、岩橋元気の決断は、一見個人的なものに見えますが、 実際にはグループ全体に影響を与えるものであり、その波及効果は計り知れません。私たちはこれからも彼らの成長と変化を見守り続けます。彼らがどのように新しい道を切り開いていくのか、その過程を共に歩むことは、ファンとしての大きな喜びです。彼らがどんな選択をしても、その背後には強い絆と友情があり、私たちはそれを尊重し、応援し続けることでしょう。 このように、岩橋元気が戸辺の誘いを断った理由は、彼自身の健康、キャリアの目標、そして、自分自身の成長への強い意志に基づいています。彼の決断は、彼自身だけでなく、彼の仲間たち、そしてファンにとっても重要な意味を持っています。私たちはこれからも、彼の歩む道を見守りながら、彼が最良の選択をし続けることを願っています。彼の決断を理解し、 尊重することで、私たちもまた、個々の目標と集団の目標をどのようにバランスさせるかについて考えることができます。この物語は、友情と個人の成長、そして困難な決断の重要性を教えてくれます。私たちは時折、個々の目標と集団の目標が交錯する場面に立ち会いますが、その中で最良の選択をすることが重要です。岩橋元気の決断は、その一例であり、 私たちに多くの教訓を与えてくれます。これからも彼の成長を見守り、応援し続けることで、私たちもまた、彼から多くのことを学び取ることができるでしょう。彼がどのような道を歩むにしても、その背後には常に私たちファンの支えがあることを忘れずに、これからも彼を応援し続けていきましょう。彼の決断が私たちに示してくれるのは、どんなに困難な状況でも、自分自身を信じ、 自分の道を進む勇気を持つことの大切さです。それこそが彼の決断が私たちに教えてくれる最大の教訓なのです。